じゃあ続いてちょっと代謝見てみましょうか。代謝もね、基本的にさ、同化と異化、なんで異化と同化って名前つけてんだろうな。あれなんていうか、同化って整合性反応で、異化って分解反応でさ、生体内で起こる、まあ、それでいいと思うんだけど、なんか高校って異化と同化って言葉にこだわるよね。まあ、そんな風にね、異化と同化を合わせて代謝っていうわけですね。でさ、これ面白いのはさ、教科書全く関係なくなるけど、基本的にさ、紙とかって、まあ、数世紀だったら分解されていくわけじゃん、ね、で砂糖も数世紀だったら分解されていくわけだね。まあ、俺たちそれをね、酵素使って、砂糖の分解なんかめっちゃ早くやっちゃうけど、まあ、砂糖だって何百年か経てば 何世紀か何、そうね、そうね、何百年何千年経てば勝手に分解されていくわけじゃん。で、この地球上ってさ、基本的にそんな風にさ、何、エントロピーが増大する方向とか、より乱雑になる方向に、物質って進んでいくもんなんですよ。これってどうしてですかって疑問には答えられなくて、それが宇宙の、法則って、つまり、証明不能な何大前提ね。それがそういう前提があるわけね。だけどさ、生物ってさ、俺たちってさ、むちゃくちゃ単純なさ、一個の細胞からさ、組み立て上げられてんだよね。これって根本的に言ったらまだ解決されてない謎で、なんで俺たち生物だけがそこにあらがってるように、まあ実際はあらがってないって意見が、主流だよ。なんていうか、俺たちって閉じた系じゃないから、つまり閉じたシステムじゃないから、授業中触れるかもしれないけど、複雑なものを取り入れてそれを分解して、でものすごいバラバラに分解するときに出るエネルギーを使ってものを組み立てている。でこう人体が出来上がったって、生物体が出来上がってるって、まあ、これが普通の説明だけど、でもね、根本的になんで生命だけがそんなことやってるのかって解決できてないんですよ。昔シュレディンガーって量子力学勉強した、量子力学の偉大な研究者だけど、シュレディンガーの猫もシュレディンガーがね、俺たちは負のエントロピーを食べてるんだっていうね、刺激的な表現をしてて、それ結構面白い表現だと俺思ってて、負のエントロピーを食べてるんだと。でだから、俺たちはこんな風に複雑な体が勝手に組み立っていくんだっていう、そこがあんまり触れないけどちょっと面白いところですよね。確かにみんなの周りにさ、生物以外にさ、勝手に複雑化、勝手に秩序だっていくものってあんまり見たことないっしょ。家帰ってきたら勝手に部屋が片付けられてたらさ、それって多分誰かが片付けたんだよね。なんていうか、勝手に部屋が片付くことないんだよね。勝手に秩序だっていくことなんて基本的にないんだよ、この宇宙でね、生物体を除いては。そこがすごく面白いですよね。エネルギーもな、本当はエネルギーについて勉強、まあでもエネルギーは別に他の学問で勉強するか、面白いですよね。エネルギーの概念ってね、なんかね、商売からね、生まれたみたいな ね説もあるの。なんていうか、商売が発達して、こう収支、利益と紙にいくら金が入っていくら支出があったかっていうのを人類はまとめ出したと。そのまとめ出した何か、そうするとさ、俺たちは一定の数が保存されてる、つまり商品の価値とか、財産とか一定の数値が保存されるっていう概念がそこからだんだん生まれ始めたっていう説があるんだよ、面白い。でそれを俺たちの認識の中でそういうことを認識していって、でいろんな実験していく中で、あれみたいな、なんかこの物理量って保存されてねっていうところから、エネルギーが発見されて、エネルギー保存則が発見されたって言われてる。すごく面白いですね。ああ、酵素も面白い。酵素って異常だよね。なんていうか、だってなんか前どっかの動画で言ったかもしれないけど、11億年に起こる1回起こる反応を5秒に1回とか起こしてるんだよね、酵素ってね。尋常じゃないですよね。あとね、酵素ってありえない反応を起こせないんだよ、酵素ってね。さっきも言ったけど、砂糖の自然分解って何世紀かかかるわけだけど、それを俺たちってでも日常的に砂糖を分解してんじゃん。そんな風に早めることができるのね、酵素ってね。すごく面白い。多分酵素って多分ね、一番初めの触媒は多分岩石だって言われてんの。まあ、海底か、まあ、陸上の水たまりか分かんないけど、岩石の表面、岩石って言っちゃいけないか、何かしらの金属の表面、金属ってふらふらしてる電子をいっぱい持ってて、で化学反応って基本的に電子が仲介してるんで、こんな風にふらふらした電子をまとってる金属の表面で何かしら化学反応の触媒が起きて、化学反応がその、触媒が起きてで生命が生まれてったって言われてる。でも俺たちはね、今基本的に、金属主成分の酵素って使ってなくて、なんでかっていうとね、金属ってね、基質特異性ないんですよ。もう何でもかんでも反応触媒しちゃうことがあって、それって生物体にとって結構不利なんですよね。この反応は起こしたいけど、あの反応は起こしたくないっていうのが生物のやりたいことなんで。でもおそらくこう地球上で初めての生命地球上初めての生命の
生命反応の触媒はおそらく、地球にもともとあった金属がやったと思われてます。で多分ね、そこからまず RNA が、触媒として使われて、でタンパク質主成分の今の酵素になっていったの多分ね。 RNA もあれ一本差じゃん、わかるかな、一本差って、あいつらって一本差 で塩基がバーッとついてて、で自分の中でこう塩基対作れるんですよ、こうやって、あなんていうの、自分同士結合できるんですよ、あの RNA って。でぐにゃぐにゃ折り曲がれるんで、本当にまるで本当になんていうか、酵素のように立体構造取れるんで、 RNA も、触媒作用を持ってます。あのリボソームなんかあれ本体 RNA だからね。あのリボソームの触媒活性って、リボソームのタンパク質合成の触媒活性ってリボソーム RNA にある、基本的にあるって分かってて、もうリボソームがあのリボザイムだよね、あの代表的なね、今考えればリボザイムって RNA でした、 RNA でできた、生体触媒のことリボザイムって言うけど、あの何リボ核酸とエンザイムね、リボザイムって言うけど、あのリボソームがね本当に代表的なリボザイムでね、あの見方そういう見方をすればね、酵素反応も面白いっすよね。難しい計算なんかはね、まあ、後回しでいいけどね。で呼吸も面白いよね。もうほとんどの生物が呼吸やってるからね、あのミトコンドリア持ってない生き物呼吸できないって思ってる人多いかもしれないけど、あのミトコンドリア持ってない原核生物でも呼吸いっぱいするんで、あの呼吸の酵素いっぱい持ってるんで、で基本的にあの、たくさんの生物が呼吸してます。解凍で言ったらもうほとんどの生物が解凍っていうシステムを、解凍系で言ったらもうあのほとんどの生物が解凍系っていうシステムを持ってるよね。あのグルコースから、ピルビン酸を作る解凍系っていうシステムを持ってますよね。全てって言っていいかもね、解凍系持ってる生物ね。複雑なものを分解してエネルギー取り出すシステムね。あの呼吸ってね。さっき言ったみたいに、俺たち生物はなぜか何、まるで高いところから下に落ちる水の勢いを使って、タービン回すみたいなことをしてるんですよね。でその高いところにある物質、あの高エネルギー物質は基本的に生産者が作ってくれてるっていう、あの光合成で、そこも代謝で面白い。あのリチャード・ファインマンっていうさ、超面白いさ、ノーベル賞を受賞した物理学者がさ、ちっちゃい頃お父さんにゼンマイで動くおもちゃがあったって。で、このおもちゃはなんで動いてるのってお父さんに聞いたら、お父さんなんて言ったかっつうと、太陽が出てるからだよって言ったって。これめちゃめちゃ面白いよね。ゼンマイで動くんじゃねえのみたいな。ゼンマイで動くおもちゃってなんで動いてるのかっつうと、太陽が出てるから。なんでかっつうと、太陽が出てんじゃん。で植物がその太陽光エネルギーをまず ATP の化学エネルギーに変えて、でその、まあ、とか、ね、NADPH の還元力に変えて、でそれを使ってまず有機物を合成するじゃん、カルビン・メイソン回路で。でその有機物を動物が食べるじゃん、あのファインマンが食べるじゃん。でそのエネルギーをその有機物を食べて、それを呼吸で分解して ATP の化学エネルギーにまた変えて、その ATP の化学エネルギーで筋肉が動いて、それでその筋肉が動くことでゼンマイが巻かれるわけだ。だから基本的に太陽が出てるからなんだよね、ゼンマイのおもちゃが動くのはね。そこが面白いですね。それちっちゃい、なんていうか、子供に言うファインマンの父親の凄さだよね。光合成も面白いですよね。光合成色素とかね、面白いよね。俺たち葉っぱがさ、緑に見えるのはさ、緑の光が反射して、目の中に入って、葉っぱが緑に見えるわけじゃん。あの赤とか青の光、光合成で吸収されちゃって、あの利用されてた。まあ、緑の光もね、実際葉っぱの中でね、めちゃめちゃ反射して使われてるって話もあるけど、まあ、基本的にあの緑の光が多く反射して目の中に入って、俺たちは葉っぱを緑に感じるわけ。そこも面白い。太陽光っていろんな波長の光が全部混ざってて、直進性の強い赤い光とか、まあ、基本的に光って電磁波だけど、直進性の強い赤い光、赤い電磁波とか、あと、ちょこまか動いて空を真っ青に染める青色の電磁波とかで、赤色ってさ、直進性が強いから朝焼けとか夕焼けって赤いよね。で青ってさ、ひょこひょこ曲がるからさ、もう本当に空でバーって曲がりまくってるから俺たち空が青く見えるっしょ。だから光って性質が、あのその電磁波の波長によっていろんな性質があって面白い。で実際葉っぱは何色なんですかとか言ってるの、俺たまにね高校生から聞かれるんだけど、実際何色とかないんだよこの宇宙に。なんていうか、デコボコしかないんだよねこの宇宙にはね。あの光を、どんな光を反射するかで俺たち色を脳が認識してるわけだから、実際葉っぱとかないんですよね。なんか黒い葉っぱとかね、どっかの惑星にはあんのかね。まあどうなんだろうね。なんで葉っぱが緑かってね、それってあのおそらく植物が初めに誕生した場所に、関係してるって言われてて、あの何、もし水の中で植物が進化してきたんだったら、太陽光って水分子とかいろんな分子にいろんな光が吸収されて、
構深さによって届く光の色が違うんですよ。だ それと多分ね今の植物の色が関係してんじゃないかって言われてるね。どっかの惑星には黒い葉っぱを持つ植物があるんですかね、わかんないですけどね。でも黒い葉っぱを持ってると葉っぱの下から光がやってこないってことだから全部吸収されてるってことだから子供が育たないか。でもまあ面白いよね、面白い。植物の光合成も面白い。超頑張ってんだ今、光合成色素とかね、光合成に関わる酵素とかを人工合成できないかって本当に地球全地球、の機関、研究機関が頑張ってて、まあ、それがねもし簡単にできればね地球温暖化解決なんだけどね。難しいっすよね今のところね。あのさ前言ったミドリムシで解決しろって人もいるけどね、まあ、面白い。光合成も面白いね。生産者の上にも消費者が立ってるとは間違いないからね。俺たちはただ生産者が作ってくれた有機物をただ消費していくだけ、 ありがとうっつって奪ってるだけ、強奪してるだけなんですよね。そこが面白いっすね。だから植物なんていうか植物に感謝したいっすよね。授業中暇の時にさ外眺めてさわすげえなみたいな思ったらいいよ。なんていうかすげえからなんていうかだってさ緑じゃん基本的に。校庭のさ校庭に生えてる木とか緑じゃん。あれ葉っぱ一枚一枚でさ全部電子電波投稿ってさ ATP 合成酵素回ってさカリビン便損回路がカリビン便損回路動いてさ何反応してさ有機物作ってんだぜ。だってあれ俺たちに絶対できない反応なんだよ。だすごいよねルビスコ。まあ俺たちにないルビスコっていうねあの CO2 を固定する酵素を持っててさそれすげえよなって。なんかでてか電子がガンガン動いてるってすごいよな。まあなんていうか外にある葉っぱの緑って面白いよね。なんていうねあのいろんな代謝についてちょっと思ったことをなんとなく述べてみました。まあ面白いのはやっぱ分解合成繰り返すも繰り返してるあの以下と同化を繰り返してる中でまあなんていうか俺たちは組み立ってるって初めに話したのが一番面白いかな。しかもなんかさガンガン分解されてんだよ俺たちって。今なお細胞の中のタンパク質ってバンバン分解されててその代わりガンガン作ってんのさ。でもさ昨日の俺とさ昨日のあなたとさ次の日のあなたってさどっちも自分だって思うんだよ俺たちってね。こんなに壊れ続けて細胞とかタンパク質がローテーションしてるのにかかわらず自分は自分だって認識があるんだよね。まあ、そこまで言ったら哲学になっちゃうけど、まあ、面白いっすよね。代謝についての話でした。